ません。LA にてワッキングダンスを習い、その後日本に帰国して、日本でそのワッキングダンスの普及活動に努めています。アンダーグラウンドだけにとどまらず、オーバーグラウンドでの、アーティストさんのバックダンサー、また振り付けも行っております。私は中学高校とバトントワリング部に所属をしていて、それでその高校卒業後に何をするかなってなって、もういきなりストリートダンスにハマりました。ロサンゼルスでワッキングというダンスに出会い、女性らしいラインとか美しさとか見せるフィーリングがすごく合ってるなと思って今に至っております。やっぱり日本人の気質がこの専門というか技術職人気質な人が多いので、私はどちらかというとフィーリングで踊るダンスが好きなので、 LA に行った後に帰国した時に感じたものはすごく怖かったり、本来あるべきダンスの表現じゃないなとは思っていたところがあったので、ちょっと職人気質すぎるという、自分が一番テーマに置いているのが文化なカルチャーエクスチェンジ、あのいろんな文化があってのあのそのシェアをする場を作っていきたいっていうのがあって、やっぱり日本、私はすごくアメリカに憧れて渡米したんですけど、やっぱり日本人だなっていうのを気づいて今ここにいて、そのワッキングの普及活動に行ってるんですけれども、日本は日本の素晴らしさがあって、それをやっぱり分かっていない海外の人もいるので、それを知ってほしいし、またその日本の人も日本だけにとどまらず海外の良さを知ってってほしいっていう、その橋渡しみたいなことをやっぱりしていきたいなと思っています。やっぱハッピーじゃないですか。ハッピー人生ライフスタイル、ハッピーライフスタイルですかね。なんだろう、日頃やっぱりこう、まあ、日本人に限らずやっぱり生活の中で抑えてるものって絶対あると思うんですよ。それを放出する場ってなかなかないと思うんですね。それをダンス、このワーキングを通してそういう機会を与えて、一種のこう放出場というか放出ツール、なんか解放のツールをあの人々に教えてってあげたいなっていうところに面白さを感じて、私はダンスかけるワーキングかける面白さ、普段クラスでもすっごいおとなしい人が、このフリースタイル私毎回クラスでやるんですけど、その自由に踊ってみてって言ってある程度枠を作って与えた時に、もうスイッチが入ったかのように、日頃こう抑えていたものをバッと放出してきて、あ、お前そんな性格だったのっていうあの場面にあの直面することがすごく多くて、その時に私すごい面白いとか、やったっていう達成感を感じるんですよね。この一つのこの、なんだろう、その放出する機会を与えれたっていうことへの面白さと、その人がそれほどダンスのその何分か、2分、3分かでパッて変わるきっかけを、があるっていうことへの面白さを感じています。はい。ダンスとか、まあ何にしてもそうなんですけど、好きであれば勝手に上達すると思うんですよ。うん。技術で一番やっぱ育ちにくいというか、忘れちゃってるのがフィーリングだと思うんですね。ただ音楽を聴いて、あ、この曲すごいハッピーハッピーって言って、で悲しかったら悲しかったりとか、そういう感性をちょっと なんか忘れちゃってるなっていうのをすごく日本に帰ってきて感じて、なら、じゃあ私のレッスンでそのフィーリングっていうものを特化して教えていこうっていうふうに最初から心に留めてやっているので、私のレッスンでの大事にしているところはやっぱり音楽をまず聞かせてとか聞いてもらって、何を感じるか、そのフィーリングをすごく育てている。